わしの名はアリストテレス、万学の祖と呼ばれておる。今回はハブの毒を遺伝子科学的に解明する研究を紹介するぞ。さあ一緒に扉を押し開こう。ここは崇城大学生物生命学部応用生命科学科、知事は高人教授の研究室じゃ。一体どんなことを学んでおるんじゃ。こういうマムシとかハブとかっていうのは鎖蛇と呼ばれる毒なんですけども、認識としては出血性毒蛇と言われています。つまり噛まれた場所からこう血が止まらなくなってしまう、その場所で筋肉がこそげ落ちていってしまう、それから浮腫といって普通の体積の 3,4 倍ぐらいに腫れ上がると。で一方で体内の奥の方では毛細血管を詰まらせて血栓を作って腐らせてしまう、不思議な働きをする、ということで着目されていて、じゃあ例えば血が止まらなくなる、その働きを利用して脳内血栓を溶かすとか、血圧を下げて獲物を捕らえやすくするっていうのを使って、高圧剤に使って心臓の負担を軽くするとか、そういうふうな形で鎖蛇の毒から作った薬というのが使われたりとかしていて、毒っていうのは普通無毒の動物から毒を持った動物が生まれてくると考えるべき。なのでその毒の遺伝子っていうのを調べれば、どうやってその遺伝子が、新しい遺伝子が生まれてくるのかとか、そういったような基本的なことが分かってくるのじゃないかと。南西諸島っていうのは鹿児島の島々に分布しているんですけども、ハブがいるのはその中でもトカラ列島の宝島、小宝島っていうところが北限です。でそこから上にはマムシしかいなくて、そこから下にしかハブはいないと。奄美大島にはほぼこれまでは年に2回ぐらいは少なくとも行ってまして、ハブを捕まえたりとか、あとは彼らは冬眠できないので向こうで現地で解剖して、で臓器を取ってそれを凍らせたまま持って帰るというようなことで、こちらで研究ができるような状況を作ってますね。ふむふむ、研究によりどのようなことが判明したんじゃ。毒っていうのが普通の無毒の生物から出来上がるときに遺伝子が新しく作られなければいけない。そしてその遺伝子が新しい機能を持つっていうために特別な進化をしなければいけない、まあ、私たちはそれを加速進化と呼んでるわけですけれども、なのでその加速進化、どうしてそんなに素早い進化をしてしまうのかというようなことを調べるとか、ハブ同士ってお互いに噛み合ってもひどいことにならないんですよ、人みたいに。だから多分血液の中には自分たちの毒を中和もしくは阻害する物質が入っているだろうということはずっと言われていたんです。現在のところ3種類、ハブの毒を特異的に結合したり、それから止めたりというような活性を持っているタンパク質がいるというのが分かっていまして、で私たちもそのタンパク質がどうやって、止めているのか、どんな働きがあるのかというようなことを調べようというようなこともしています。頭の形、それから背中の模様、地の色とか、もちろん大きさもですけれども、そういったのは島々で違っていると、実際その後毒も調べてみたら毒の成分も違うと。でその完全にその生息地が孤立してしまって交わらないような個体同士の間だったら違うだろうというような見込みで、またそういった研究も進めていると思います。なんで毒の成分が違うのかということですよね。もしそういうことをうまく見つけることができたら、ハブのいる島であっても人とハブの住み分けみたいなふうなことができて、ぐっと今より交渉者を減らせるかもしれませんね。千々和教授の挑戦はこれからも続いていくのかの。基本的になんでこんな毒の性質活性を持ってるんだろうとかいうようなことが興味がありますし、新しい効果を持った薬としてのタンパク質の作用、応用っていうのが見つかるかもしれません。一方でまあそれぞれの土地でハブの毒が違う、性質が違うということをうまく利用できれば、住み分け、人とハブの住み分けであるとか、もっと安全な人の住みかというか、そういったものとかの設計とかなんとかにちょっとアイデアを提供できるかなというようなこともあります。毒タンパク質がの遺伝子が新しく獲得されるプロセス、そしてそれが新しい機能を持つプロセス、そういったものがもし明らかにすることができれば、このようにしたこの地球上に多様な生命が生まれることができるようになった理由、原因の一端でもですね、その中からこう解き明かすことができるんじゃないかと期待していて、実はそれが一番楽しみですね。崇城大学生物生命学部応用生命科学科の活躍がますます楽しみじゃ。